やはは、雑草でございます。今回ご紹介するのを、めちゃめちゃいいわしシがご紹介しますよ皆さん、うるせえ。今回ご紹介するのは、セブンプレミアムのチョコチップクッキーとなります。うるさい、ちょっと、黙ってなさい。まさしおわしも紹介するチョコチップクッキーなんじゃじゃあ、うるせえんだよ。まあ、チョコチップクッキーですね。バタークッキーの、と一緒に売ってました。お値段はまあ、バタークッキーと同じで、まあ、160円に税込みで、まあ、180円ぐらいですかね。で、2枚入りの、7袋なんで、まあ、14枚。で、味の感想としては、これはすごい。あの、チョコチップもすごいびっしり入ってますよね、これ。いや、それだけじゃなくて、もう色も、あの、ブルボンとかのチョコチップクッキーは、まあ、周りはもう普通のあのクッキーのね、なんか肌色みたいな感じなんですけど、こっちのチョコチップ、セブンプレミアムのは、もう、なんていうんですか、チョコチップクッキーだけど、本当にチョコに特化したみたいな味ですね。その、なんていうのかな。ちょっと一つ、半分ぐらい。うまい。あの、味の評価だけで言うと、あの、ブルボンの方が、まあ、バタークッキーの時は、全然ブルボンの方が好きですよ、みたいな感じだったんですけど、チョコチップクッキーで言うと、違うんですよね。種類が違うわけじゃないんで、同じまあクッキーですからね。でもなんか、違うんですよ。あの、ブルボンのチョコチップクッキーは、まあ普通のクッキーにこのチョコチップが入って、そのチョコとそのクッキーの甘さがこうマッチしててすごい美味しいみたいな感じのクッキーなんですけど、セブンプレミアムのチョコチップクッキーはもうほんまチョコなんですよ。本チョコなんですよ。本チョコって何？本コアじゃなくて、なんて言うんですかね。この生地とかっていうか、まあ周りも全部あのチョコっていうかカカオっていうか、とりあえずすごいチョコチョコしいんです。このチョコチップも、甘いんですけど、どっちかっていうと生地とかはビターなのかな？ちょっと苦味もあって甘みもある。チョコチップ。これは美味しいと思います。ブルボンと比べられないっていうか、違うんですよね。だから今言ったように。もうこっちは本当のなんか、本当っていうんじゃなくて、もう、チョコチップクッキーじゃなくて、もうチョコクッキーチップみたいな。だから、その、比べられないですね。バタークッキーはそのまんまだったんで、個人的には、僕はブルーボンの方が好き。こっちはまた別な種類みたいな感じになっちゃってんで。ただこっちは美味しいです。これは、珍しいなっていう感じで食べたときに。あ、これうまいと思いました。セブンプレミアムで、どっち買うかって言ったら、まあ、チョコチップクッキーですかね、僕は。これだと、あの、ブルボンのやつとかを、合わせてでも、ね、かぶんないみたいな。あぶんないみたいなのをよくわかんないです。お兄さん、わかってくれたんだね、セブンが最強だって。いや、これ、いや、ただセブンが最強って言うわけじゃなくて、セブンの商品が、まあ、美味しいですからね。セブンが最強なんだ。ローソンとか、シャンクス、ミニストップは、どっか吸収されてなかったファミリーマートかなんかに。わし、そんなの知らんぞまあ、そんな感じ。セブンが、最
もん。うるせえんだよ。まあセブンが最強かどうかは知らんけど、まあ美味しいですね。これはありかと思います。うん、ちょうどまあ2枚ぐらいでちょうどいいですね。やっぱこれぐらい味が濃いと、うん、こっちはすごく味が濃いですね。チョコに対関して、そのまあ甘さとまあビターにが来るみたいな、うん、なのでまあちょうどいいかなっていう感じにします。うん、一袋食うのにちょうどいい枚数ですね。やっぱ2枚っていうのは素晴らしい、それだけで素晴らしいと思います。ではそんな感じでした。では失礼いたします。